今日は、海将補の本の海将補のおかげさまで案内していただけることになりまして、あれは大変感謝しております。輸送艦国崎、うわーでっかー、すごい。りちゃん写真撮っとってね。うわー大きいね。あ、輸送艦。輸送艦。はあ。はい、皆さん鹿島が見えてまいりました。うわー大きいですね。うわーすごい。という船が、世界を回ってきたんですね。じゃあこれで通ってくると海見えてたのが船。それに、田原さんも乗って、世界をサンディエゴの方をね回ってきたという、メキシコとかマゼラン海峡も行ったそうですね。音がしおるよ。お兄ちゃん。はい、リッツさん上がってよ。さあ、初めての乗船になります。よろしくお願いします。皆さんご協力ありがとうございます。本日はよろしくお願いします。失礼します。じゃあ館内は撮影禁止ということでここで切ります。ありがとうございました。はい、鹿島の、中、こんな応接室があるんです。びっくりしました、本当に。このお部屋は撮影は大丈夫との許可をいただきました。素晴らしいですね。このね、絵画も美しい絵画が
軍の司令官が説明をしてくださっておりまして、こんなね、すごいですよ、民謡にも合いそうな、和楽器にも合いそうな屏風が、ちゃんとあります。ここでね、大谷美穂館長とか今野司令官が会議をしたり大切なお話をしたりされる部屋なんですね。素晴らしいですよ。めっちゃ感じよ。うわー、これはすごい記念なんだ。はい、待ってよ。ここで10秒、はい、よろしくお願いします。はい、かなり映ったよね。なんか電車に、わからんけど、じいちゃんは電車モードにしたんかね。いや、わからん。じゃあもう一回行く、なんか、もう一回、もう一回行く、もう一回、なんか言わんかったね。はい、じゃあもう一回行きましょう。あれはなんでじゃろ、ビビビビビビビって電車になっとる。その中で一番、でも映ったのはカシャって1回しかなかったよ、うん、ビビビビビビって言ってたよ。ビビビビビビって言ってた。映ってる、いいんじゃないでしょうか。映ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さん、このですね、鹿島の階段初めて登ったんですけど、あの城の階段より急なぐらいのすごい階段でした。はい、そしてですね、反対側に鹿島神社というですね、大変珍しい船の中にですね、神社が設けられてまして、はい、じゃあリちゃん1000円、あ、いやもうこれはもうこの鹿島の安全を願ったらもうそれしかない。ほんまに行って、リチャ行って、お願いします。はい、行って、はい、はい、リチャ頼むよ。はい、お願いします。あの鹿島の安全を祈りまして、はい、神様に感謝、今野様に感謝です。ありがとうございます。お、自衛官名所命名所、鹿島と命名する本館を、え、これ個人の方が考えたんでしょうか。鹿島という名前、愛知、募集はしました、が、もともと鹿島と香取という船で2週間は海上でずっとついているので、はあ、次はおそらく香取になると思います。へえ、つけるのは大臣です。大臣、今は防衛大臣、当時は防衛庁長官です。へえ、すごい、ありがとうございます。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。え、近野さん、これは一般公開もされてるんですか。ここは海外でも皆さん行っていただいてますし、国内でも、すごい、皆さん、これが鹿島のですね、今までの歴代の司令官さんの名前がですね載ってたりしてですね、なんとここにですね、近野さんのお名前も、令和4年12月23日、うん、あ、そうですね、いや、素晴らしい。あ、大谷さんのお名前どこにありますか。あ、美穂館長いました、おられました。皆さん素晴らしいです。ありがとうございます。いやー、すごいね。皆さん、こんなことがあってもいいんでしょうか。リツさんが大谷美穂館長の席になんと座りました。座りました。館長に言ってた。
しましょう。ちょっと待って、リチャーそれ見てもいいの？それ見てみて、ちょっと見える？見えるよ。わうわぁ、ちょっと藤本律子館長になっちゃったよ。どうしましょう。すごい。律さん、今の気分はどうですか？館長になった気分は。あなたが今、鹿島の館長ですよ。どうしましょう、出航しますか。うわすごいね。いやー素晴らしい。びっくり。あーちょっともう、はい、いやーこれも幸せ。え、大谷さんが持ってる。あ、これで見てる。うわーすっごい、これよく見える。あー、これちょっと家で掃除してるのも見えるよこれ。うわー、これで見てるんだ。うわー、これはすごい。力がかかる。これは小さいものなんで。え？大きな双眼鏡が左右にあるので。あ、もっとよく見えるんですか？はいはい、ここはもうそれぐらいにします。はい、ありがとうございます。はい、おやすみ。え、ちょっと待ってください。大谷さんこんなことするんですか、たまには？いや、なんかもう降りられないときはここで休むしかないので。ここで休むの？え、でも自分の寝室へ帰って休まれるんじゃないですか？降りていいときは休みます。ただ降りてはいけないときはここでしか休めない。うわ、じゃあ今野さんも、今野さんもあそこでしか休めない。私がここにいると邪魔なので私は降ります。あ、そうか、そうなんだ。あ、支柱が何本かかるとそれが養生で潜った時に見える唯一の。でそれよりはもっと太いのがあるんですけど、でもそれが海の上でちょっとだけ白波が立ってたらもうすぐ見えない。見えないでしょ。あー、なるほど。目が良くないと。すごい、見えました、リちゃん。見えたけど、まあ陽日見と思う。ちょっとリちゃん、わしを見えとけ、ちょっと映してもらえる。ちょっと。待って、あの細いやつ黒い、ね、あれが潜望鏡。それ、あ、今めちゃくちゃ細いですね。あれ、今もうちょっと深いのが上がります。あ、そうなんですか。うわー、すごい。わー、すごい。それが、見張りが済まさなきゃいけない。ほらー、それ、これお母ちゃん、こんな寒いとこでやってんのよ。こんな寒いとこでね、もう頭上がらないよ。お前、手が縮こまるよね、ほんとね。大事なリンクの娘。手が止まっててこれ。今後ろから風向いてるんで、旗ですから。これが船が前に、後ろから来てれば風なくなる。ああ。風が吹いてる方に進んだら、この倍の風です。うわー、これも、ピーちゃん話しても言葉が通じんわ。うん。ピーちゃん上がり。あ、ありがとう。いやー、76ミリ。1分間に80発出ます。1分間に80発出るんですか。で、この大砲を動かすために後ろの、あの白い円盤、丸いレーダーで完成をします。あらー、すごい。はー、この白いレーダーで、完成をすると。いやー、すごいですね。すっごい綺麗。え、すごい綺麗。ゴミ一つないよ。ちょっと盗まれたらな、やっぱり一生懸命やるよ。いる船がないんですよ。ないですか。ありました、ね、今旗が3枚。黄色と青の。これは近野さん、黄色と青はなんていう意味ですか。まず白地に赤い桜が一つが、あの船と右の4203、この2隻の船の指揮官、大司令という人が乗ってますっていう合図が白地に赤い桜で、青と黄色の旗が大司令がいません。大司令が
すごい、皆さん鹿島からのね、今白地に桜が1本、景色ですよ。上には桜が2本。あ、テレビのアンテナここに上にね。はあはあはあ。あっちにあるから。うん。今野さん、この白いやつは何ですか？テントウムシみたいな。これですね。気象データを取るための観測機です。あ、気象データですか？あ、気象データ。あ、あ、温度計みたいな、湿度計みたいな。うわー、すごいね。なんかりんちゃん失礼だけど、わしあのトイレのやつかと思ったよ。違うんじゃん。さっき言ったチャンプがこの中に閉まった。おー、すごいね。はい、ありがとうございます。ゆっくりでいいので、はい、はい、あの、河野さん、この下がるところまでは取っていいんですか？いいです。はい、わかりました。はい、じゃあ下がるとこまで。急なんじゃないの、母ちゃん。大丈夫。いや、なんか船の中ってこの頭を打たんようにせにゃいけんですね。背の高い人は。なんと特別公開、鹿島のですね、今野海将補のお部屋にご案内、そして撮影が許されましたので、皆さん、こんなお部屋にですね、海将補になると、生活できるという、素晴らしいですね。あ、リッツさん分かった。やすき、あ、そう、やすきさんかと思った。あ、やすしげさんって読むんですか。ああ、しげさん、ナスしげさん、仕事をする上での作りに、ね、少ししたミーティングができる。ミーティングができる。皆さん、すごいですよ、これ。うわぁ、初めてですよ、こんなの。生活が大概ですね。で、こっちにお風呂と取る。失礼します。あ、ベッドがすごっ。すごい、お風呂まで。え、フランスベッドみたいなじゃん、これ。大きいお風呂ですね。さすがにこれだけのベッドがあるの、ここだけです。ここと館長室だけでしょ、あ、館長室にも上院はこの3分の2ぐらい。あ、そうですよね。うわ、ちょっとこれ上院団さんなん。うわー、すごい。え、ちょ、お風呂もいいの？お風呂も一人よ、ここは。え、ちょっと待ってよ、母ちゃん、すごい広いじゃん、これ。すごい広いすごい。え、ちょっとこれ船の中と思えないですよ、これ。すごい。お、これ洗面のとこもあって、お風呂も。うわ、おっきい。びっくり。これお母ちゃん、お風呂は3人ぐらい入れそうなね。あら、素晴らしい。ね、あ、すごい。あ、お風呂の水張り替えは必要か不要かいうマークも全部ここにありますね、あの扉の上に。うん、でも取れない。連絡取れるよ。トイレにいても取れない。なんでよくしてどこでもあるんだ。寝てても取れるように頭。あ、トイレのとこにも電話があるんですか。あるんですか。そうだね。じゃあ風呂入浴中でくつろいでても電話が鳴ったら取らなくちゃならない。あるんですよ。マジっすか。そういう時に限って。そういう時に限って。出ないわけにいかないので。はい、それではします。本当に日本の近海で、創業してる漁船とか商船の皆さんが見られるようには映りますけれども、地球の側では映りません。全く映りませんでした。9 8 7 6 5 4 どうしてもね。ありがとうございます。はい、はい、大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ほぼこれと同じスペースが館長にもあります。あ、そうか、大谷、私が今船の左側。はい、撮ったよ。すごいなぁ、これ今野さんと。いやぁ、もう、あ、すごいね。うわぁ、鹿島ですよ、皆さん。
あれ184。え、加賀、あ、本当だ。リーちゃん、加賀がおるよ、あっち。空母、空母。あ、皆さん、これが加賀です。今の海将補が教えてくださいました。あー、加賀が、うわー、すごい。いや、みんな注目してる船ですよ、これ。じゃあ、行きます。8、7。リーちゃん行こう。よいしょ。よいしょ。はい、ありがとう。はい。はい。行って、ありがとう。浜瀬があって、どうしましょうか。誰かが取りに行きます。お世話になりました。ありがとうございました。失礼します。素晴らしい体験をしました。皆さん、海上自衛隊が素晴らしいです。応援しておりますよ。ああ、よかった。まだ少し明るかったね。前と後ろにあるんですけど、前を使うのは私の艦長です。どういうことですか。あの階段、うん、さんと館長だけ。じゃあ一般の人も使わないんだ。うわ、りーちゃんやば。そうな。ありがとうございました。ありがとうございました。うわー、すごい。すごい。お母ちゃん、ちょっと追いついて、入らんけ。うわ、空母加賀をバックにね、3名が歩いております。いや、本当にね、皆さん、鹿島がね、中すごかったですよ。さっきの後ろの旗は一物と同時に降りてしまう、はい、ただ四角い旗だけはずっと。ああ、本当だ。それはこの船が私の船であって、練習艦隊司令官はこの鹿島に旗を上げて、所属はここにいますよというのを示すのは、あれは一晩中。あー、すごい。いや、今の海将補はですね、12月の半ばをもって、この暮れからですね、退官されるというお話です。私の江田島のですね、アイランド利用室にもカットに来てくださいました。ありがとうございました。いや、夢だったんですよね。本当にあの練習館を見せていただけて幸せです。いえ、とんでもありません。ありがとうございました。臨時でお休みにしてまで行ってもらって申し訳ありません。幸せです。してもらえるな。かっこいい。風を切ると、まっすぐ走る。なるほど。